はようございます。ウェザーニュースキャスターの小牧優衣です。6月29日火曜日の全国の天気をお伝えします。今日は梅雨前線上に進む低気圧の影響で関東などは本降りの雨となりそうです。また前線が停滞する沖縄や奄美では強い雨に注意が必要です。では全国の天気予報を見ていきましょう。関東や東北南部では本降りの雨となりそうです。沿岸では風も強く横殴りの雨に注意が必要です。そして今日西日本では日差しが届き梅雨の中休みとなりそうです。ただ山沿いを中心に午後は天気急変の可能性があるためお気をつけください。東日本の内陸でも午後は強い雨や雷雨の恐れがあります。また南西諸島は今日も強い雨や雷雨に注意が必要です。沖縄本島では線状降水帯が発生し大雨になっているところがあります。この後も災害の発生に警戒が必要です。東北の北部は雲が多い空、北海道では北部を中心に日差しが届きそうです。今日の体感ですが西日本では蒸し暑い体感となりそうです。関東は昨日よりも暑さは落ち着きまして、東北太平洋側ではなかなか気温が上がりません。各地服装で上手に調節を行いましょう。以上全国の天気をお伝えしました。